はい、マックスです。ウッチです。今日のテーマは、はい、前衛レシーブ強化、センターワイドに来た時のフットワーク&レシーブ方法。なんかいっぱい前衛の皆さんに向けた、前衛の皆さん、レシーブ最近どうですか？上手くなってますか？難しいですよね、レシーブ。これね、結構質問にもあったんですけど、センター側に来た時、まあ、逆クロス側とか、逆クロス側でセンター側に来た時、まあ、こっちに走ってくるワイド側、まあ、バック側に来た時っていうのは、まあ、バックレシーブ、基本的にはバックレシーブか、まあ、回り込むってなってくるんですけど、そのフットワークと打ち方が分かりませんっていうのがあったので、センターに来た時の、まあ、フットワーク、足を使った、バック側に来た時のフットワークだった打ち方っていうのを今日準備して教えてもらいたいなと思います。早速やっていく前にです、ちょっとだけお知らせがあります。指導者向け DVD 第1弾、それから第2弾、累計販売枚数が400枚突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。この指導者向け DVD っていうのはですね、僕が勉強してきたスポーツの科学だったりとか、チームコーチが学んできた最新のテニスの技術、練習っていうのがこうギュッと詰め込まれた DVD となっておりまして、より良いですね指導法を求めている指導者の方におすすめの DVD となっておりますので、番組下概要欄の方からご興味ある方はチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。では宇宙のコーチ、はい、センターに来た、はい、サーブ、はい、からまずお願いします。はい、まず前衛レシーブで大事なのは、はい、まあ、レシーブを打つっていうのももちろんそうなのですが、はい、レシーブを打った後にどれだけスムーズに前に詰めることができるのかっていうところが、はい、やはり大事になってきます。後衛であればレシーブを打ったら下がる動作になりますし、前衛だとレシーブを打ったら前に行く、この動きは絶対に必要なので、打ち方の中で前に行きやすい打ち方で打った方が前衛としてはいいので、今回はその打ち方とステップをお伝えしていこうと思います。はい、センターに来た時なんですが、はい、基本的に、まあ、右利きであれば右側に移動して打つことになると思うんですが、その時にですね、大事なのが右足を軸足で構えて、左足をつくのは打った後に左足をつくというストロークです。ランニングストロークのような形になるんですが、左足が先についてしまうと打った後に右足が出てっていう感じになるんですが、右足に構えた状態から打ってから左足が出てくるとスムーズに前に行っていくので、なので右足でしっかり1本で、右足1本で構えて、そこから打ってから左足がつく、これです。このステップがまず大事になります。なるほど。はい、まずこれから練習していこうと思います。はい、では実際にお互い交代して打ちながらやりましょう。はい、はい、お願いします。そう、ちなみにこのコース一番苦手なんですよ。フォアが苦手なんで、あそこに飛んできたら一番嫌なんですよ。この練習はいい練習。こういって、そうです。はい。いいですね。お、ナイスボール。
長ありがとうございました。ありがとうございました。今ですね、塾長を見てた時に、はい、いい時と悪い時っていうのがすごく明確にあったので、はい、そこをお伝えさせていただこうと思うんですが、こう右足でこう構えた時に、はい、ここ1本で軸がしっかり立ってですね、ここでしっかりバランスが取れている時は面も安定してコントロールもよく入ってたんですが、こう構えた時に思ったより打点が前になってしまったりだとか、低くなってしまった時にこう一旦軸が崩れちゃってしまうんですよね。なるほど。でそうなった時に面がそれに伴ってこう被ってかかりすぎて、はい、しまったりっていうのがあったので、ここで構えてもし低いなってなった時にはラケットの振り抜きを首に巻きつけるのではなくて、狙いたいところでそのままラケットを押してあげるイメージですね、はい、それは何でかというとバランスが崩れてる時になるので、その時に振り抜いてしまうとあまりうまく当たらないので、なのでバランスがいいなっていう時は巻いて大丈夫ですが、もしバランスが悪いなってなった時にはそのまま打ちたいところにポンとラケットを置いてあげる、その方向にラケットを投げるイメージでやってあげると面が厚く安定するので、崩れた時はそれで調整してあげるといいかなと思います。なるほど、はい、ちょっとローブレーンみたいな感じですね。送り出し、そうです、でやってみてもらえたらと思います。なるほど、はい、よいしょ。いいですね。今の調整良かったです。はい。よいしょ。はい、塾長ありがとうございました。ありがとうございました。最後も安定して日本ラインにしっかり入ってたので、はい、これやっぱちょっと難しいなと思った時に、はい、少しあんまり振り抜かないで、はい、逆にこう押し込む意識でやるといいですね。で押し込む時にこう自分だと振り切ってるのか振り切ってないのかっていうのは分からないと思うので、こう打った後に自分の視界の中にラケットがあるかどうかっていうところで判断をしていただくといいかなと思います。自分の視界の中にラケットがないっていうことはもう首に巻いてるってことなので、それは振り抜いてるってことになりますし、逆に自分の視界の中にラケットが収まってる状態であればそれは面が残っているってことになるので、なので一人で練習してよく分かんないなっていう時にはこの自分の視界の中にどうかっていうところで判断してくれたらと思います。はい、では次はバック側に来たやつを、はい、やっていこうと思います。で、バック側でですね、打つときにステップとして大事なステップがキャリオカステップですね。キャリオカステップ、はい、はい、ステップになります。そうです、この、これでボールを打つっていう、こういう、こういうやつ、そうです、そうです、そうです。あの、多分みんなウォーミングアップから多分絶対やってると思うんですが、はい、これを使ってボールを打つという感じですね、はい、なります。このキャリオカステップを使ってボールを打つと何がいいのかっていうところなんですが、はい、キャリオカステップというのは常にこう体が閉じた状態になっていて、常に肩が入った状態でボールが打てるというのと、バック側で打った後のレシーブはですね、こう引っ張った後とかなんですが、基本的にすぐセンターに動かないといけなくなります。でセンターに早く動こうとなった時に打ってこっちを向いて走るのと、このままセンターに行くのとでは、こう抜けていくと、こう抜けていった方がセンターに早く詰めれるという、なおかつ前にも行きやすい、こういったメリットがあるので、バック側に来たのはキャリオカステップを使ってしっかりバックですね、引っ張っていくっていうのが大事になります。はい、なので実際にまずはやってみてですね、こういったステップなんだっていうことをまず見ていただけたらと思います。はい、はい、やっていきましょう。お願いします。
そうです。こういうステップ、そうです。これがこういう、多分いつもだとこうパーンとこうだと思うんですけど、はいはい、とりあえず左側に来ちゃうんで、こういっちゃって、はい、センターに来たら、はい、おー、いい。このキャリオカステップをやるときの一つポイントなんですが、はい、打点が遠いとバランスが絶対外に行ってしまうので、うん、左足は絶対に外に行ってしまう、うん、なので打点をなるべく近づく、軸足をボールに対して近くで行ってあげるから、そうか、左足が後ろから出てくるっていう、こっちの足、そうです、左足を打点までボールまで、ボールの真後ろぐらい近づけて、そうです、そうやることで自分で足を引けるので、ただ打点がもうクロスにスパンとボール来て無理だっていう時にはこのステップは難しいので、うん、ただこの時にはもうオープンで打つか打ってから開くっていう動作にはなってしまうんですが、まあ、ボディとか少し回り込んで打てるっていう時にはこのキャリオカステップはより有効になるので、なのでそのなるべく軸足を近づける、右利きであれば左足、左利きであれば右足を近づけるっていうのが大事ですね、大事なので、それ意識してもらえたらと思います。はい、はい、順子ちゃんありがとうございました。ありがとうございました。まあ、センターの、はい、来た時のね、溜めといて、はい、っていうのをね、初めて習いました。あ、本当ですか。はい、今までどうやって打ってたのか、はい、普通に多分クローズで打ってたかもしれない。あ、だから左足がついちゃってる、はい、まあ、センターに来たら多分このまま行ってこう入るのが一番楽だと思う、はい、それをちゃんとここで溜めといてパッて打って前に行きやすいし、キャリオカがね、できてる時もあったと思うんですけど、はい、その軸足を近づけるっていうのは全然意識したことなかったので、本当ですか。はい、これもね、すごくいいアドバイスかなと思いますね。ちょっと皆さんも全員のレシーブって大事な場面で回ってくることを思うので、アドバイスを参考に頑張ってみてください。はい、最後まで見てくれた塾生の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。またこのテーマでやってほしいというリクエストありましたら、コメント欄の方お待ちしております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。普段発信している YouTube では伝えられない情報がぎゅっと詰まっています。